はい、では家に帰ってきました。見てください、今日これが最後に釣れたシーバスです。このはみ出す、まな板からはみ出すこの大きさ、さっきスケールを当てて測ったら74センチですね。75なかったですけど、いやこのでかさ、多分自分が人生で釣った魚で一番大きいですね。74センチ。いやドラマって本当あるんですね。最後もう夕まずめ諦めて帰ろうかと思ってましたけど、帰らないでよかった。もうラスト30分ないぐらい、15分ぐらいのところで食ってきました。まあ本当に良かったです、ありがとうね。美味しく食べてあげようと思います。ではまず今日は下処理をしていきたいと思います。釣れましたか。今回こんな感じで通せましたので、これをまた料理していきたいと思います。どう料理してやろうかの。今日のスズキの料理、この前回さばいた時に残ったアラ、これを使って、鍋を作っていきたいと思います。冬なのであったかい鍋にしましょう。しかしただの鍋じゃ面白くないので、このコチュジャンを使ってちょっと韓国風な味の鍋にしていきたいと思いますね。まあ、味噌ベースで、コチュジャンを入れて、日韓融合で、作っていきたいと思います。じゃあこの鍋、この材料を使ってですね、鍋を作っていきます。ちなみにこの玉ねぎとじゃがいもと人参は北海道の友人が送ってくれました。いつもありがとうございます。感謝して使わせてもらいますね。じゃあこれを使って、スズキの鍋作っていきます。ここに頭を据えて、シーバスの鍋の下準備完成です。さあこれからスープを作って、この中に入れて一緒に煮込んでいきたいと思います。はい、ではここにスープを注いでいきます。とその前にちょっと見てもらいます。これオレンジカリフラワーって言うんですけど、去年になりますね、自分の庭でできたカリフラワーです。オレンジ色なんですよ、珍しいですよね。はいではスープを入れていきます。はーい、ではこれに蓋をして、はい、ではあとは煮込んで食べるだけです。楽しみ。はい、できました。はい、今回のスズキの料理、
った鈴木の鍋コチュジャン風味です。うわめちゃめちゃ美味しそう。いや寒い冬にはバッチリですね。絶対鈴木の白身とコチュジャンのスープ合うはず。じゃあその前にイエーイ。あ、おいしい。はい、じゃあいただいていきましょう。はい、さてちょっと頭は最後にしてこの辛みの部分な。そして、まあ、豆腐とか玉ねぎ、ね、北海道産じゃがいも、ちょっと石狩鍋風ですよね。うん、コチュジャンが入ってなければ石狩鍋に非常に近い。そして自家製の自家製のカリフラワー、人参もカレーのために取りましょう。で、うわ、このプリプリの身を、前にフライの時も述べたんですけど、これプリプリじゃなくてね、ブリンブリンなんですよ。ちょっとね、分かってもらえるかな、ね、プリプリじゃなくてブリンブリン、すごい弾力なんです。はい、じゃあいただいていきます。あーやっぱりブリンブリン、うん、あーうん美味しい。うん、すいませんね、自分だけ食べちゃって。じゃあ今回は鈴木鍋にしました。さあ他に何の料理が出てくるか、まだ作れるかな。じゃあ次回の料理、次の料理をお楽しみに。はい、では残りのアラの部分炊いてみました。非常に美味しそうです。まあ、今回のスズキも本当に残すことなく、身もアラも徹底的に食べ尽くしたいと思います。では鍋に続いてこのアラにいただいていきたいと思います。他の身の部分は後々何か別の料理を考えて、後のビデオにちょこちょこ出てくるかもしれませんのでお楽しみに。はい、ではいただいてきます。